フランキー・カザリアンは、アルメニア系アメリカ人のプロレスラー。本名、フランク・ガーデルマン。カリフォルニア州パー,アームスプリングス出身。カザリアン、カズなどのリングネームで知られ、マスクマンであるスーサイドとして活動していた時期もある。1998年、マサチューセッツ州にあるキラー・コワルスキーのトレーニングスクールでトレーニングを積み、1ヶ月後にリングデビュー。デビュー後も、 コアルスキーのレスリングスクールに8ヶ月間過ごし、カリフォルニアに戻ると、主にエンパイアレスリングフェデレーションといったインディ団体に参戦するようになり、2000年アプエに登場するようになり、2001年3月にはノバとエボリューションというタッグを結成している。同じ頃にミレニアムプロレスリングに参戦をしている。5月にエボリューションでアプエタッグチーム王座を獲得している。 2002年にアップへのツアーの一環で来日を果たしている。ツアー中にフリースタイルラップを通し、ジョン・シナやサモア・ジョーと親しくなっている。2003年5月、ワールドレースリング・オールスターズのツアーで、ニュージーランドやオーストラリア、イギリスをめぐり、グレン・ギルバーティやスコットダモールに会い、ティネからオファーされている。8月に PWG に参戦するとともに、 初代 PWG 世界王座を決めるトーナメントに出場し優勝して体感をしている。ティネ創設者ジェフ・ジャレットやスコット・ダモールからワールドレスリング・アソシエーションのツアーやトライアウトの招集をきっかけに2003年の夏頃から本格参戦。すぐに X ディビジョン王座に狙いを定めるようになるも10月から離脱をしている。2004年2月にアダム・ピアースに PWG 王座を奪われている。3月にティネに復帰、アメージング、レッドと空意になった、X ディビジョン王座をかけ、勝利して、王座を初獲得。7月に AJ スタイルズにタイトルを奪われている。タイトル陥落後は、マイケル・シェーンとタッグを組むようになり、AJ スタイルズから、X ディビジョン王座を奪取。シェーンとのタッグを維持しつつ、シングルでも活動するようになり、 2005年までティネで活動を続けていた。1月にティネを離脱するとすぐに WWE と契約、株組織のオーベに送られている。しかし、8月に退団。WWE 退団後にインディ団体へと戻り、1年ほど PWG を中心に活動をし、2006年に再びティネと契約。リングネームを数に変更している。 2008年7月ストーリーライン上解雇。解雇後は覆面レスラーのスーサイドとして活動をするようになり、2010年1月11日まで活動を続けていた。2010年1月18日からマスクを脱ぎ、カザリアンとして復帰。2012年からクリストファー・ダニエルズとバッドインフルエンスを結成。2度ティネ世界タッグチーム王座を獲得している。2014年3月2日。 W-1 両国国技官工業に来日。バッドインフルエンスでジュニスタと対戦した。5月11日、ティネからコストカットとして解雇となった。解雇後もダニエルズと共に行動していることが多く、タックでロー、ドラゴンゲート USA といったインディ団体に出場している。2015年11月21日、新日本プロレスにて開催される。 ワールドタッグリーグ2015に、クリストファー・ダニエルズとのタッグ、ジア・ビクションで参戦。2019年1月、タッグパートナーであるクリストファー・ダニエルズ、スコーピオ・スカイと共に、同年5月に破綻げする新団体である、オールエリート・レスリングと契約した。フラックス・キャッパ・シター・フェード・トゥ・ブラック・フェード・トゥ・ブラック・ティネ、X ・ディビジョン王者時代ほか、アメリカのインディー団体を中心に、 多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。